おやさんが選挙立候補なたくな俺何が何でも議員になるんじゃ。衆議院の規定はな、日本国籍を持つ25歳以上の成人となってる。だからヤクザが出ても構わねえんだよ。だから言ってるでしょうが、あの紙爆弾を使うしかねえんですよ。誰やったらあれだな。衆議院議員の秘書でいたんよ。これで15,000票。僕で追ったって相手は一人だ。謝ったらいかん。ビブラ！何言われ始めたこら。俺たちはヤクザだ。選挙に出るからには必ず勝つ。